ハローパラレールリミンパラレルのリントです。はい、本日はですね、タイトルにもあります通り今後の YouTube の方針についてでございます。はい、でまずその前に今までの活動のご説明とかやってたことっていうのをご説明します。今まではですねほとんど趣味でやっておりました。まあ他の仕事をね普通にしながら YouTube に動画を配信してっていう形の趣味でやっているものになります。で今までは今まではっていうかこれからもそのものはやめないんですけれども、今まではですねゲームの実況だったりだとかドラム動画を作ったりだとか特撮玩具のレビューをしたりだとかですね、あとはたまにコラボ配信っていう形で、友達の方と一緒に配信をしたりっていう形をとっておりました。で基本的にはもともと YouTube を始めたきっかけっていうのがですね私のまあ今この体でやってますけどいつもこのような体でねやっていて、VTuber という形を取らせていただいてるんですけれども、まあこれもね私の好きな子がモチーフになってるだけであって、でまあこれが何かっていうと私がねドラゴンクエスト10で使っているキャラクターリントちゃん、まあ私もリントでありこっちもリントなんですけど、このリントちゃんを模して作ったものなんですよね。まあ模して作ったものはこれなんですけど、模したのがまあなんかその辺にもう一枚写真アップしてますね。はい、そのドラクエのキャラクターを模して、VTuber の体を作ってっていう形で、きっかけがもともとはドラクエ10のね、自分のキャラクターのドレスアップって言って服を作ったりっていうのをねメインでやっておりました。でそこから派生してこの子が好きすぎてフィギュアにしたりだとか、まあフィギュアにしたりだとかその上この VTuber にしたりっていう形で、活動をしておりました。で、それも一個の主軸として VTuber 的な活動もします。こういう形でね。なので、まあ、これは基本的にゲーム実況だったりだとか、ちょっとしたレビューだったりとかっていう時に使う体と思っていただけると幸いです。はい。で、今まではそんな活動で、プラスペットの動画をちょこちょこ上げてたんですけれども、最近どちらかというとですね、ペットの動画が、主軸になってきております。で、今後はそのペットの動画をメインにして、こういう形でね、顔出しすることもあれば、まあ、ケージのご紹介だとか、あとは、ペットちゃんたちのね、例えば、子供が生まれたようだとか、あとは、例えば、病気になった時の、ね、こういうことがありましたっていうご報告ですね。で、そういうふうに共有をしておくことで、困られた方が少しでも、あ、こういうふうにするともしかしたらいいのかもっていう事例として、一個のパターンとして、使用していただければいいなと。あとは、例えば、他にも、ケージの温度とか、室温の管理こうしてるよだとか、うちではこうしてるよとか、あとはこういうふうなケージ作りをして、安全を期して、こういうふうなことをやってるよとか、例えば、私は爪切りこうやってるよだとか、そこそこレオパで言うと、レオパちゃんのケージはこういう作り方に変えているよとか、あとこういうのは結構意外と大丈夫だよみたいな事例報告もね、できればなって思ってるんですね。で、今、サンショウもいるんですけど、サンショウちょっと下に今いるんですけど、温度管理だとか、餌食いについてとか、まあ、飼っているうちのね、ペットちゃんの情報を共有することで、誰かにそれが届いてっていうのも一個の目的として。で、もう一つはまあ、私の趣味をね、一緒に共有して、それを楽しんでくださる人がいればいいなっていうところをですね、基本的には私が楽しい、私が好きっていうようなことを、動画にしております。それのスタンスに関しては今後も変えません。なので、私が好きでやってることをもうただ垂れ流してるだけのチャンネルです。なんで、なんて言ったらいいのかな、私のことを、というかね、私の趣味が気になって、一緒に楽しんでくれる方がね、チャンネルを見ていただいたり、楽しんでいただいたりしていただけたらいいなと思います。嫌なことをね、動画に上げても全然意味ないので、自分のやりたいことを動画にしていこうかなと思っております。で、今後はペットの動画が主軸にはなるんですけども、プラス、そこに、趣味でやっている、ドラム動画、PV の動画ね、こんな感じのもの。ちょっと一部だけ載せておきますね。のドラム動画も上げますし、
ガングレビューはね、最近あまり買ってないので、ちょっとこう、すごい欲しいなってなるのもなかったりっていうところ。もうなんか、視聴するのが楽しいんだけど、おもちゃまではいらないかなとか、コレクションするまではいらないかなってちょっとなりつつあって、なんで、コレクション系は、買った際にはアップするかな。はい。たまに買うこともあるので。っていうのと、まあ、ゲーム実況ですね。ドラゴンクエストだけに限らず、ちょこちょこ、そういうものをアップしたりだとか、あと特撮感想系の動画もね、たまにあげるとは思います。例えば映画見に行って、いや、この映画こうでよかったよね、みたいなネタバレも含む話とかをね、する動画とかもアップすると思います。で、まあ、そういうふうに私の趣味で構成されているチャンネルなんですけど、メインの主軸が今回からっていうか今後は、実写動画のペットちゃんの動画が増えるかなと。で、私もこうやって顔出しすることが増えるかなと思います。マスクは多分外さないです。ちょっと恥ずかしいんでね。あまり自分の見た目に、自信がないので、マスクはしたままになると思うんですけれども、そんな形で動画をアップしていくかなと思います。まあ、今後ともね、私、リントも含め、この VTuber のリントも含めて、このチャンネルをね、楽しんでいただければなと思います。なんか批判をする動画とかっていうのはね、このチャンネルでは上がらないので、たまに今怒ってるよってこの間アップしたりとかしてますけども、基本的に私なりの意見で、まあ荒々しいことを言う感じのチャンネルではないと思いますので、楽しんでいただけたらなと思います。で、今後、アップする動画がいくつかね、出てくるんですけど、まずそこがどんなのアップするかなっていうところだけご紹介すると、まず、ケージは、こんな感じになってるよっていうのをアップしていきます。あとは、押し入れを実はですね、改造してまして、その押し入れを改造した中の動画をアップしたりとか、っていうのはしていくかなと思います。あとは、うちの子で行くとですね、レオパのロッペ様、ロッペ様はですね、結構動画映りがいいので、観察動画はアップされると思います。で、フクロモモンガの、ギョロメハロくんなんですけど、ギョロメちゃんがね、あんまり動画得意な子ではないので、ちょっと、なんていうのかな、繊細な子なので、動画の出る頻度は少ないかもしれないですけれども、ハロくんは、結構動画映りいいので、出るかなとは思います。あとは、動画映りのいいうららちゃんは出るかなと思います。あとは、はるくんもですね、ちょっと繊細な子なので、はるくんも動画に出る機会は少ないかなと思います。で、山椒魚に関しては、動画に出る機会は本当に少ないかもしれないです。うちに3匹いるんですけれども、モノちゃん、クロくん、セピアくんって3匹いるんですけど、やっぱりこう手で触れてっていうタイプの動物でもないので、まあ観察動画もそんなに多くは上がらないかなとは思います。ただケージこうしてるよっていうところは参考になればと思って、私も困った時にツイッターとかで助けられてますので、私もね、誰かの助けになればな、なんて思っております。はい。今後はそんな感じで、実写の動画も出るし、こういう VTuber の動画も出るしっていうふうに思っていただけると幸いです。はい。まあ、特には、チャンネルの方針とか、やることっていうのは変わらないだけであり、ペット動画が増えるよというご報告でございます。ということでね、本日はこの辺でお別れとさせていただきます。またね、次には多分この辺のケージの動画とかが上がりますので、よかったらそちらを見てください。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。